1年間すごい飛躍をしたと思うんだけれども、だからこそやっぱりこの世界選手権っていうのは出たかったのかなって思うんですが、その辺どうですか。まあ、この1年始まる前は本当世界選手権とか一応頭になくて、選抜出場っていう目標が一番大きな目標だったんで、そこに関してはもう、まあ、大きな目標が達成できたっていうところには集中したのかなっていうのは思うんですけど、まあ、世界選手権が近くに来てたチャンスを逃してしまったので、やっぱりまあ考えてなかったけど、いざ出れそうな立場になって逃したっていうのはすごい悔しいなと思いました。最初はだんだん活躍するために大きくなるなっていう感じがします。